サンロード青森は青森県青森市緑に所在するショッピングセンター。各テナントはイオン青森店。市民にはジャスコとサンロード青森が同じ意味で使われることが多いが運営主体は異なる。本記事では運営主体としてのサンロード青森とショッピングセンターとしてのサンロード青森の両者を合わせて扱う運営主体については口実。 当時郊外部であった沼の場所を利用して1977年にオープン。周辺の開発が進んで、開店当初の面影はないがもともとは場所が悪かったため、家屋は一軒立ちのいたのみで建設することができた。設立の主な動機は、高度成長により拡大してきたナショナルチェーンの地方進出に対抗するのと、カメヤやツギ屋など地方企業が百貨店化するのに、 対抗するためでもあった。また、青森市中心市街地が商業機能のドーナツ化現象を起こしていたのも原因ではあるが、出店した敷地は当時の郊外にあたる地区であり、その後中心市街地の店舗はますますその規模を縮小していくことになり、この動機は結果的にはさほど果たされなかったということになる。かつてはテナントに県内企業以外は出店させないという内気があったが、 その後この内規は撤廃され、2011年現在では、サンマルクカフェや日本マクドナルドなど、全国展開する企業も、テナントとして入居している。平成に入り、サンロード青森が総工費約80億円を用い、正面にあった駐車場の敷地を用いて、工事を行い、市内初の屋内遊園地を目指し、アマゾンを開発するも、すぐさま財政難で挫折。 多額の借金が残った。理由としてはそもそも屋内遊園地という構想が無謀であったこと、デザインとして意図的に傾けた形にして建設してしまったため融雪費だけでも年間100万円程度の費用がかかること、国道103号に面するかつての正面玄関に当たる場所を塞いだため全体としてのバランスが崩れてしまったことなどが挙げられる。その状況にサンロード。 青森側は柔軟に対応し、当初の姿勢を反省、方針を大幅に変換。全遊具を撤去し、アムゼの一部を他の店舗に割り当て、他の場所をゲームセンターにし、地下は映画館にする工事が行われた。1985年に現在の赤ちゃん本舗の場所が増設された。現在ではその痕跡はほとんど残っていないが、赤ちゃん本舗の入り口の左脇に、 半円形の何に使うのか現在ではもはや不明なものがあるのは当時の名残である。当時はそれが何個も入り口に連なっており服などを飾っていた。タクシー乗り場は国道103号に面した場所に位置しており、そこが正面玄関として認知されていた。なお当時のゲームセンターはジャスコの横に位置しており、3階まで登るスロープがその隣にあった。 ジャスコにあったゲームセンターはその後の改装後3階に移ったが、その後アムゼが屋内遊園地からゲームセンター化していくのに合わせるようにして消滅した。1994年にはアムゼ部分が増設された。これにより北側のタクシー乗り場がなくなった。当初はアムゼに入るためには入場料が必要であったが後に撤廃。2階に出店していた飲食店も後に閉鎖。 現在はその後が伺えるのみである。当時1階にあったメリーゴーランドなどの施設も今ではわずかにその床の形から推測できるのみである。当時映像などを流しながら座席が動く仕掛けになっていた場所は1996年から映画館となり、現在青森小竹アムゼとして営業している。なお、アムゼにあった様々な施設の撤廃は徐々に実施されたものである。 2000年には施設の改造を実施した。主にアムゼでの失敗部分をカバーする形となり、増設ではなく、必要性から行わざるを得なかったものである。この工事によりアムゼのうち、傾いた形に設計された建物を除く部分が、アムゼのゲームセンターから覗かれることになる。移動に便利なように、1階成田本店横の通路、2階、 アメリカや横の通路と3階に細い通路が作られた。また、3階には通路の角に見下ろすための狭い台が2箇所あるだけで、あったものを3ホールを見下ろすための窓が新たに作られた。共同組合サンロード青森は、ショッピングセンターサンロード青森を運営する事業共同組合である。会社名として名乗るときは、ニュータウン商事株式会社と称する。 1976年5月25日設立。アムゼが建設された際に廃止される駐車場の収容台数を補填するために設置された。6階建てであるが、サンロード青森は4階建てであり、周辺に複数存在する露天の駐車場の方が利用価値が高いとして、2011年時点では5階以上は関係車線用とされている。 一般の駐車場料金は無料である。サンロード青森の3階に開設当初からある駐車場である。屋上中央出入り口を境に、イオン側とサンロード青森専門店側の2つの部分に分かれている。一般の使用料金は無料である。なお、この屋上駐車場とその出入り口付近に限り、右側通行となっている。2011年現在東に2箇所。 西に4カ所、南に1カ所ある。一般の使用料金は無料である。ただし、東マイナスに駐車場は隣接する、サイバーカフェフリークス青森三道土店との共用である上、当期は、降雪及び駐車場の除雪基地も設置されるため、純粋に三道土のみ、利用可能な台数が少なくなる。ありがとうございます。